こんにちは、ゆりもです。今日もマイクラやっていきます。私のチャンネルではサバイバルや建築の楽しさを伝えるために動画投稿しているので、また見たいと思ってくれた方、チャンネル登録お願いします。前回はスチームパンクな村人ハウスを作りました。ではでは、その続きからどうぞ。トライアルチャンバーリベンジします。裏でスポナーを起動させて青い影を集めていました。ちょっとね、どういう風にやっていたかお話ししながらやりましょうか。まずこう飲んで、でこのスポナーをちゃんとね、3つ稼働させます。3つ、たまにね3つ稼働できてない時あるから、ちゃんと3つ稼働できてるか確認して、はい、違う階に行きます。で今日のね目標とかをお話ししながら稼働させようか。はい、でここもね2つ稼働させます。稼働させたら一旦こっち行きます。もうね、何回もやってるからね、ルートが自分の中でできてるんだよ。でこっち曲がって、こっちのスポナーを稼働させに行く。ここだね。でここはね3つなので、しっかり3つ見て、はい、稼働 OK ってなったら戻ります。すごいでしょ、この無駄のない動き。で今日の目標はヘビーコア。ヘビーコアを見つけるまでトライアルチャンバーをはしごします。果たして何個目のチャンバー、そして青い宝箱で見つけられるでしょうか。はい、ここにも来ました。ここのスポナーも2つ稼働させてから、最後に、はい、ブリーズトラップも稼働させて、ここは倒します。ヘビーコアのね出る確率っていうのが調べたら 7.5% らしいんだよね。 7.5% ってかなり低いよね。いやー、どうかな。1件2件くらいトライアルチャンバー回るのはまあ頑張れるけど、3件目4件目ってなると結構きついね。てかそもそも青い鍵が足りるかどうか心配だね。このトラップね、楽に入手はできるようになったけど、スポナーのクールタイムの30分は短くならないから、1回起動させたら30分後にまたやるっていう方法を取るしかないんだよね。なので時間はかかるんですよ。おお、1個あったって感じでね、今度は全ての報酬を確認します。うん、じゃあね、ない。あ、やった、2つ目。これはあれかな、やっぱ不吉な予感のレベルによって報酬が変わるっていう認識でいいのかな。ちょっと青鍵の確率上がってる気がする。今飲んだのはレベル3です。おー、いいぞいいぞ、順調順調。で、最初のところに戻って、ここの報酬も確認して、ルーティン終了だね。あ、ここはなかった。残念。鍵15個か。ちょっと不安だけど、一旦これで行ってみますか。こことは別のトライアルチャンバーを見つけるための準備をしまーす。あ、ちょっと待って。危ない危ない危ない。呪いついたままだ。このまま村に戻ると大変なことになる。襲撃イベント始まるんだっけ？試練の予感だと始まらないかもしれない。もしかしたらこのマークになる前の不吉な予感、あれの時は間違いなく襲撃イベント始まっちゃうんだよね。一応牛乳飲んで消しておきます。はい、気づいてよかった。新たなトライアルチャンバーを見つけるには、新しい製塚さんから試練の間の地図をもらえばいいのかなって思うので、もしかしたら拠点でも大丈夫だったかもしれないけど、以前お世話になった村に行きます。そこで製塚さん作ってみようかな。はい、こんにちは。村人さんいる？あ、いるいるいる。はい、こんなの用意してきました。製図台。え、ちょっと二人作ってみる？お願いします。お、なったなったなった。じゃあ、取引でレベルを上げて、試練の間の地図が出るか、まずやってみましょう。上がれや上がれ、レベル上がれ。お、試練の間の地図。この人出るね。森林探検家か。もう一回上げてみよう。どうかな？あー、この人ダメでしたね。よし、それでは交換します。ありがとう。あ、これ
前のやつと違うね。一応ね、前見たやつ持ってきたんだよね。ほら、見比べてみると、縮尺がよくわかんないけど、多分これ全然違う地図だと思う。ちょっとさ、念のためにここの村でもう一人製図家作った場合、違う地図が生まれるのかっていうのを実験目的の意味も含めてやってみようかな。さあ、どうですか。お、二人目シレノマ出た。違う地図になるのかな。ちょっと実験。はい。さあ、どうですか。あれ、これ違うね。全然違う。へえ、なるほどなるほど。同じ村からでも違うシレンの間の地図は出るんだね。あ、勉強になった。じゃあもしこっちがダメでもこっちに行けばいいね。オッケー、準備は整いました。近い方の地図行ってみようか。こっちの方角だね。レッツゴー。いや、できれば今日でサバイバルパートを最終回にしたいんだよね。トライアルチャンバーがアップデートされたっていうことで、ヘビーコアをゲットして最終回っていうのをずーっと思い描いてました。あ、もうすぐ着きました。なのでヘビーコアが出るまで終われませんです。今日はここだね。ここでいっか。ここ掘ろう。トライアルチャンバー自体をはしごすることは、まあエリトラもあるし、そんなに苦痛じゃないんだけど、あのスポナーが厄介でね、安全確保ができるまで戦闘は避けられないから、ちょっとめんどくさいよね。うわっ！あぶなー。いやいや、荷物掘りしてよかった。マジか。こんなことあるんだね。え、やばい、スポナーある。めんどくさ。ちょっと待って。うわ、来たし。あ、なんか日の光で燃えてくれてる。ナイスナイス。よいしょ。あ、うまい。ちょっと待って。いやー、怖い。ちょっとやめて。こんなところで死にたくないよ。トライアルチャンバー行く前に水バケツ持っててよかった。あ、待って、今境界岩があった。あったあったあった。境界岩来ました。トライアルチャンバー着いた。こんな離れたところでね、やられたら大変だから、リスポーン設定はしっかりと。一旦は安全確認から行きましょう。行った瞬間来た。え、何あのスケルトン。私初めて見るんだけど。でも別に新しいモブじゃないよね、きっとこの子は。なんか超体異常が。移動速度低下になった。氷になってるから、そういうこと。そのバイオームで出るスケルトン出会ったことないな。侵入。あ、いたいたいた。あー、さすがお宝箱ある。あれで一発でヘビーコア出たりしないかな。そんな強な持ち主だったりしない私。めんどくさくなってきた。降りまーす。よいしょー。あー、そうだ、これもだ。同じじゃない？同じスケルトンだよね、これ。肉弾戦だー。うるさい。ぴょん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 。跳ねて、これ。あ、もうこのね、赤鍵40個以上あるからいらないんだよね。もう今回はパパッと終わらせたいから、宝箱見つけ次第開けてきます。それじゃあオープン。怖い、ヘビーコア。さすがに1回じゃ来ないか。カジ型ゲットしたね。やったー。へへ、矢の数やばい。わっわ、全部チビゾンビ。これもしかして、おーおお、いやー、おチビちゃんが来たー。わあ、痛い。めっちゃジャンプすんじゃん。攻撃届くっけ2段。いやー、やだやだ。あー、どんどん来る。どんどん来るよー、迷子が。まだいる？全部チビゾンだ。ブリーズのスポナー稼働させちゃったね。うん。あ、でも、って、あそこに、あそこにあるわ。これ宝箱あるね。ここ掘ればある。ブリーズなどに構っている場合ではないのです。あんなところからいいのかな。失礼します。はい、よいしょ。吸い取れ吸い取れ。ヘビーコア出ず。このさ、時々ある空のチェストってゴミ整理用らしい。確かにこれ必要だわ。いろんなものがポンポン集まるから。お願いします。始まった。始まった。嬉しいけどもヘビーコア出ません。このチャンバーのゾンビスポナー今んとこ全部チビゾンだな。
なんか法則性とかあるのかな。スケルトンも今のところ全部あの氷のスケルトンだわ。綺麗に攻略する必要は今回ないからね。青宝箱見つけたらご利用しに行きます。オープン、来い、お願い。ヘビコア、ヘビコア、ヘビコア、ああいうヘビコア。 No, I'm not ヘビコア。おっと、こんなところにも部屋があった。あら、え、マングローブの木だ。植林してる。面白い。ん、ここ。え、水だ。ちょっと気づいてなかったけど、ここ水没してる。あれ？ベッドだ。え、面白い、ここ。あ、寝れた。お泊まり。面白い。ほんといろんな部屋がある。ここのトライアルチャンバーはもう十分見たかな。開けた宝箱は6個でした。よし、2つ目行くぞ。なんかさ、これすごく嫌な予感するんだけど、海の中ってことある？なんかずっと海だな。陸見えてこい、陸、陸、陸。あ、海底神殿だ。あ、待って、やだー、地図の中入っちゃった。この辺です、この辺だし、海底神殿が近い。うわー、海だ。あ、でもギリ呪われはしなそう。なんかちょうどいい、ここですよって言わんばかりの穴があるから、ここから掘ろっか。持っててよかった、水中呼吸。よいしょ。さあ、今回こそヘビーコア頼みます。あー、本当に。お、あ、早速青宝箱ある。あそこまで掘ってこう。はい。なんかこの絵面でさ、ヘビーコア出るのもいまいち嫌な気もするけど、背に腹は変えられない。ドン。葉っぱの模様だね。なしか。チャンバーを壊しながら進むことに私は決めた。もうね、無駄な戦闘は避けたい。疲れる、本当に。今日何戦したの。あら、来い、来てもいいんじゃない。そろそろ、そろそろ来てもいいと思ったんだけどね。この火事がさっき言ったら集まるよ。もうだんだんどこにスポナーがあるか分かってきて、死にしないようにできるようになってきた。3個目ちょっと分かんなくなっちゃった。オープン。旗の模様だ、また。この旗の模様ってさ、一個しかないのかな？同じのばっかりだ、さっきから。渦巻き模様。てかさ、ちょっと待って待って。今気づいたんだけど、これさ、そうだよね。グローベリーが咲いてたり、星の花が咲いてるの、これ。ちょ、気づくの遅いね、ゆりもさん。これは、半模した洞窟バージョンっていうことでいいのかな？さっきは水没してたトライアルチャンバーだから、なんかトライアルチャンバーにも個性があるのかな。はい、そう。もう何個目か分かんなくなっちゃった。外れー。もう赤しょっぱすぎるんだよな。うん、待って、何ここ。え、ちょっと待って、ここは初めて見る部屋かもしれない。なんだろう、このトラップドア。フリーズさんだ。うっ、うわ、すごい、トラップドアが全部開いた。面白い。なんだここ、面白い部屋来た。ほら、すごい。え、楽しそう。何ここ、アスレチックみたい。あ、フリーズだ。痛い、ジャンプ。うわ、トラップドアが開閉するの楽しい。いいギミックだね。お、お、お、あーダメでした。で、あそこにね、青宝箱発見してるので、開けまーす。はい、オープン。どうかなー。あ、やっほー！あ、来た！ぽいぽい、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 ぽい。来た、これ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 が欲しかったの。ヘビーコア、ゲット帰れる。青宝箱11個目でゲットでした。終わった、帰るぞ我が家に。いやー、長い戦いだったけど、どうなんだろう。トライアルチャンバー自体は2つで済んだから、運がいい方ではあったのかな。今日中に終わってよかったー。よし、じゃあこれで、メイス、作ろう。ほいー。あ、出てるー、レシピー。これ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 。ブリーズロッドとヘビーコアで、メイス、
ゲットです。ドゥルルルルルルル、イエーイ。手に持つとこんな感じね。かっこいい。でさあ、これ普通に攻撃するよりよいしょ、高いところからジャンプして着地の時に攻撃する方がダメージを与えられるらしいから、ちょっとどっかで実験したいよね。あとチャンバーでゲットしたこの銃撃のエンチャント本もつけようか。本当はね、ウィンドバーストだったかな。もう一個メイス専用のエンチャント本で面白いのがあるらしいんだけど、それは今回手に入りませんでした。これで攻撃力がアップするんだよね。んーで、なんかね、別にこのために捉えてたわけじゃないんだけど、ずーっとここにおじさんがねいるんだよね。あ、ほら、いたいたいた。ちょっとこの人たち解放してやってみようか。いた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 、助けるんだよ今。よいしょ。あ、待って、これ撃たれるやめて、撃たないで。やだやだやだ、これ当たる。あすごいな、こんな遠くでも当たるんだ。よし、ちょっとここからやってみます。着地と同時に攻撃できれば OK だね。さあ、いけるか。あ、チャンス無理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 、むずい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 。行くぞー、今度こそ。はっ、ん、どうなの、ん、当たった今わかんない、かかれ。あ、ダメだ、わかんない、もう才能ない、メイス私にはちょっと使いこなせないみたい。もうこの暴れん坊、ちょっと私には使いこなせませんでした。ちゃんちゃん。まあ、何はともあれ、今シーズンの目標だったメイスを手に入れることができたので、このメイスを含めた 1.21 で手に入るアイテムを飾る 1.21 博物館、それを今回はラスト建築として建てていきたいと思います。で、建築場所は倉庫と時計台の間。この場所、ここに作っていきます。それではラスト建築スタート。まずは聖地からラスト建築ということで、かなり大きい建物なので土地を拡張、とりあえず石レンガで、細かい調整は後回し。今回のテーマは世界を旅する博物館、とあるアニメの動く城のようなイメージ。土台に砥石や銅を使うことでメカニカルな印象を追加。動くときはこの土台が足に変化するっていうファンタジーな補正を脳内にしっかり入れて見ていきましょう。壁は白樺の原木で、仕上げの作業でここに板材も混ぜてるので後で注目してみてね。この字になるように入れていきます。屋根は丸にする予定だから大体の形で壁もかたどっていこう。とりあえず全部青い銅で屋根作り、最終的には変わるんだけど、とりあえずね。その理由はまた後でわかるよ。まだまだ背の高さが足りないってことで、さらに建物を追加。ここは内装には反映されないので外から見た時のバランス重視で入れていきます。大変な作業だけど、屋根の形がほぼ全部一緒なのが唯一の救いかな。後ろの面は4マス飛び出させて増築増築。今回の最大の特徴、銅のグラデーション屋根作っていくよ。下が青、上に行くにつれてピンク。銅ブロックは斧で色味を調節できるから他の建材よりグラデーションが作りやすいよね。これが屋根を青で作った理由。この作業を楽にするためにチャンバーの青い銅を盗みまくったことは言うまでもない。綺麗なグラデーション出来上がり。窓の装飾、ここは凝灰岩でシックに作ったよ。ちょっとだけ遺跡風に見えるような、そんなイメージも追加しました。反対側の窓と真ん中の玄関も同じく装飾。凝灰岩と銅ブロックってやっぱり相性いいよね。上の面にも窓という名の隙間埋め装飾していこう。今シリーズたくさんお世話になった歯車をイメージした窓枠を作りました。ちょっと機械っぽさが出せたかな。後ろも同じく作ったら真ん中にも大きな窓、両端は真ん中を引き立たせるためにシンプルに装飾。側面はガラスを入れたらハリボテがバレてしまうので、銅の電球を窓枠に見立てて装飾。シンプルだけど可愛いね。ラスト建築にももちろん歯車、今までの建築で登場したものを作ったよ。側面にはパイプ管と煙突も、なんか今までの建築の集大成がギュッと詰まった建物になりそう。ぽってりまん丸、可愛い形。外装ラスト、三角の旗を立てます。
風になびいてるのがいい感じ。今日は内装も見せちゃうよ。磨かれた業界岩と模様入り業界岩レンガを交互に置いた床がお気に入り。業界岩のアーチで展示スペースも強調。壁はカラフルに。ここは絵画を飾る場所。どこに何を飾るのか考えるのもめっちゃ楽しかった。照明はトライアルチャンバーをイメージしたシャンデリア。最後に景観を整えたら出来上がり。完成お披露目をお楽しみに。ということでラスト建築 1.21 博物館が完成しました。丸い屋根に銅のグラデーションがなんか虹みたいだなって出来上がってから思いました。内装も外装もトライアルチャンバーを意識した素材で作ったので博物館そのものが 1.21 の集大成になりました。それでは歩いてゆっくり見ていきましょう。今立っている場所は倉庫の裏で、そして時計台の横の道を進んだ先のこの場所です。ここも軽く混ぜ込みをしたり花を植えたりして飾り付けしました。でここから大きな階段を登っていくと見えてくるっていう感じですね。で階段はもうシンプルに銅ブロックで囲んで、登っていく部分は凝灰岩で作りました。銅ブロックはグラデーションしてちょっと可愛い感じにしてみました。登っていきます。この辺りから少し緩やかに登って、まず建物を歩く前に道ですね。今回は禁止ブロックをメインに引いてみました。桜の花びらも舞い散らかしてます。舞い散らかしてる舞い散っていますでここはまあ街灯とちょっとした花壇スペースです。で横から見ると大きいね。あこんな感じで落ちたりもします。テイク2、反対側歩いてみよう。反対側も同じだね。ちっちゃい街灯もあったり大きい街灯もあったり。ここは椅子を作りました。いい眺め。でこの裏手はねもう何もしてないです。はい、そもそもねここが世界を旅する博物館のこの街での着地地点っていうイメージで作ったので、周りはあんまり物を置きすぎないようにしたっていう感じですね。でこの街にいる時はここの下からこうエンジンの整備をするっていうイメージで、一応ねこのね外に伸びてるパイプ管の装飾もちゃんと端までつなげられるようにしました。ちょっと床とかは適当なんですけど、なんとなくこういうこともしてみた。でこっち側にちゃんとつながってます一応ね。で動力が加わるとこの頭皮で作った土台がガシャン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 って収納されて発進するっていうイメージになっています。この階段もその時にガシャ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 ンって収納されるつもりでいます、自分の中ではではこの階段を登って中に入ってみましょう。ここフェンスゲートがある理由はちょっと後で説明するんだけど、フェンスゲートを開けるとじゃーん、こんな感じで 1.21 で追加された絵画を全部飾ってみました。そして今シリーズ目標の一つだった、これは 1.20.5 で追加されたいろんな種類のワンちゃんですね。ワンちゃんもここにいてもらってます。かわいい癒される。なんだこの空間で、今ちらっとね殻が見えてたから分かった人もいると思いますが、ここにはね館長がいるんですよ。博物館のあれ館長、館長どこですか。館長ねちょっとねすごい動くのよね。だからフェイスゲートつけたんだけど、たまにねこのワンちゃんもえい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 押して変なところに行ったりしてる。マジで館長が見当たらない。後で出会えることでしょう。ここの窓際には椅子と観葉植物でトライアルチャンバーの地図も飾ってます。いい、ここの眺めめっちゃ良くないですか。いいね。あ、館長いた。館長、はい、元気な館長です。ちょっとねビビリちゃん、あ、かわいい。館長かわいいよ。こちらの館長のお名前、はい、有馬館長です。有馬と読むかアルマと読むかはあなた次第。たまにカラーをポイポイしてます。で絵画をちょっと1枚ずつ見ていこうか。名前もちゃんと記しました。サンフラワーズだそうです、バックヤード、うん、ね、みんなどの絵画が好きですか。全部ね飾ってるんですよ、新しく追加されたやつ。ここにもあるし、こっちにもある。ちょっと美術館っぽい展示ができて満足してます。いいよね、新しい絵画。で反対側も
大きいの飾ってるし、はい、こうなっていますね。全部鑑賞できます。ふむふむ、これはなかなか素敵な絵画ですね。ちなみにこれもタラヤルチャンバーの地図です。ちょっと空いてたから飾ってみた。これかわいいよね、この1マスのやつ。トライアルチャンバーをイメージした大きめのシャンデリア。あと振り返ると、はい、こういう飾りも作っています。おお、めっちゃワンちゃん押してる。で、一番目立つところにはトライアルチャンバーでゲットできるお宝たちです。カジ型が2種類ゲットできるっていうことなので、はい、ここに飾りました。壺の柄も新しく追加されたやつで、メイス名前つけました。暴れるくん、これでラスト建築も終わったということで、この町で建てる予定だった建物は全部完成しました。で、次回なんですが、ちょっとね、この町よく見てもらうと、実はまだまだ中途半端なところがあります。こことか、こことか、あとね、まだまだ歩いてこの町を見るには若干道が足りないかなっていう感じもあるので、そういうところを調節した後にワールドツアーをして締めくくりたいと思います。次回最終回になるので、最後まで見守ってくれたら嬉しいです。ということで、今日はここまで。バイバーイ。動画の高評価、チャンネル登録お願いします。